にちは、元サイクル大学の元です。今回もガレージ内からバイク情報を発信していきます。今回はバイクのキープレフトは本当に必要なのかということについてお伝えしたいと思います。よろしければお付き合いください。今回はキープレフトが本当に必要なのかということについてお伝えしたいと思います。そもそもキープレフトっていうのがですね、何かっていうことなんですけど、教習所通っている時にですね聞いたことがあるとか、もう遠い昔に聞いたことがあるっていう方もおられると思うんですけど、簡単にお伝えをしておきますと、道路の、左側を寄って基本的には走行しましょうというふうに、教習所ではですね、習っています。で、これ理由はですね2つあってですね、1つはもう単純です。対向車と、正面衝突しないためですよね。逆にお互い道路の右寄り、走行するとめちゃくちゃ近くなるじゃないですか。なので、お互い端に寄って、仮にですね反対側の車が居眠りしてはみ出してきたとしても、正面衝突のリスクを減らすと、そういったことがあります。これ一つです。でもう一点はあまり知られていないと思うんですけど、私も指導員になった時に知ったんですけど、緊急自動車を通すために、要はお互い左寄って道路の真ん中を開けておこうというのがあるんです。特に車の場合っていうのは渋滞でね、信号待ちなんかで止まった時に、右寄りで止まっていると緊急自動車が来て、よくね見かける場面かもしれませんが、緊急自動車通ります、道開けてくださいっていう形で、こじ開けてね緊急自動車が走っていく光景って見たことあると思うんですけど、お互い左寄っていたら、それをしなくてもスムーズに、パトカー救急車が走れるっていう、そういった理由があるんです。なので、この2つがねキープレフトをするっていう理由なんですね。で、実際ですね、じゃあ、キープレフトって本当にねする必要があるのかっていう話を今回ねお伝えさせていただく中で、100% 必要じゃないっていうことなんです。で、もっと言い方を変えたらですね、左側寄ってる方が危ない場面の方がもうぶっちゃけ多いんですよ。で、私ももう28年間バイクに乗っているんですけど、割合で言ったら左側寄って走ってる時ってどうですかね、1割か2割ぐらいじゃないですか、1割ぐらいだと思います。じゃあ、あと9割ぐらいどこ走ってるかっていうと、大体道路の真ん中か中央線寄りの右寄りなんです。で、なぜってなると思うんですけど、理由いくつかねお伝えしていきますと、左側にですね、コンビニとかあとガソリンスタンドがあるような道を走行している時ですね、道路の左側寄って走っているとですね、危険として2つあって、まず左側から出てくる、例えばコンビニの駐車場から出てくる車、ガソリンスタンドから出てくる車が見えにくいんですよね、左寄ってるんで。なんかお店の前なんかに旗とか立ててる場合ありますよね。安いですとかガソリンはお得ですとか、旗のせいで車が見にくいんです。で、見にくいっていうことは横から出てくる車もバイク絶対見にくいんですよ。お互い見にくい同士走ってるとどうなるかっていうと、もう事故になる確率がもうぐっと高まるんですね。もう本当に怖いわけですよ。なので、どうしたらいいかっていうと、道路の真ん中か右寄りを走って、早く自分がねその車を発見するっていうのと、で、相手にね、せっかくバイクのヘッドライトがついているわけですから、相手にこうライトを見せて、来てますよ、出てきちゃダメよっていうのをねアピールするっていうこともできます。
で、そんな場面って多くないですか？お店が全くないような道路をずっと走るって、まあツーリングしててね、山の中だったら あるとは思うんですけど、まあ、普通市街地走ってたら、まあ、絶対お店ありますよね。まあ、なのでほとんどそういう道では左寄りをもう走ってないっていうのが現状です。あともう一つです。あともう一つね、道路の中央線より右寄りをもうぴったり走る場合っていうのがあって、もうこれ決まってるんですよ。交差点に、進入しようとしている時に、前に走ってる車が背の高い車です。で、何っていうと、トラックバスで、ワゴン車、アルファードとかノアとかエルグランドとかね、背の高い車が前を走っている時に、もう中央線よりいっぱい走るんですけど、もうそれなぜかっていうと、交差点の中で待っている対向の右折車に見落とされないため、それと自分がその車がいないかっていうのをもう見たいためなんですよ。背の高い車がいて左側寄って走ってると、もう全然見えないんですよね、交差点の中の状況は。で、こっちが見えないってことは対向車も見えないので、交差点入っていった時に、対向車が、まあ、バイクがねいないと思って曲がってきて来られたら、もうこれが右折と直進の事故に、まあ、なってしまうわけです。まあ、この事故が、まあ、バイクの事故ではめちゃくちゃ多いんですね。で、その事故を防ぐためには、まあ、自分がまず対向右折車がいないかっていうのを見るっていうのと、やっぱりですよ、やっぱり相手に見せるっていうことです。バイクいるよ、バイクのライト見えてるでしょっていうのをね見せる。まあ、背の高い車がいた時なんてもうめちゃくちゃ右寄りをね走っています。だからトータルすると本当に8割ぐらいは真ん中か右寄りをね通常で走行では走っているかなと思います。まあ、そもそもすり抜けもしないので本当にね左が走ることは少ないライダーです。で、この話をするとですね、真ん中とか右寄り走ってたらこれ捕まるんじゃないのと、違反になるんじゃないですかとこう言われるんですよね。で、言われるけど違反じゃないですよ。で、ちなみにね、警察もですね、最近は変わってきててですね、バイクは他の車から見られやすい道を走るようにしましょうって言ってるんですよ。だから真ん中走ったり右寄り走ってても絶対大丈夫です。自信を持っています。だって捕まったことないですし、警察が後ろ走ってても同じようにしてるので、中央線の右がはみ出していくのはこれダメですよ。これはもう全くの違反なんで、私が言ってるのは中央線右寄りいっぱいを走るってことなので、絶対大丈夫なので安心してください。まあ、ということで自分が見やすいように相手にも見られやすいようにということを、ね、考えると、絶対キープレフトではないと思いますので、参考になれば幸いです。モトサイクル大学ではこのような形でバイク情報をいろいろ発信しています。モトサイクル大学への入学はとても簡単で、チャンネル登録をしていただきますとどなたでもご入学できます。皆様のご入学お待ちしております。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。